それでは日本代表選手団メダリスト記者会見を始めさせていただきます。登壇しているメダリストをご紹介いたします。レスリング競技フリースタイル62kg級女子金メダリスト川井友香子選手です。それでは川井選手からメダルを獲得して一夜明けた感想をお願いいたします。はい、金メダルを獲得してから時間が経つにつれて、あ、本当に金メダル取ることができたんだなと少しずつ実感しています。はい、こうしてさっきもいろんなテレビ局さんを回らせていただいたりとか、ニュースで自分が映っているのを見て、あ、本当に金メダル取れたんだなと実感しています。と私の決勝戦の後結構バタバタしててまだちゃんと会えてないので、これからゆっくり会う予定です。しっかり勝てたよって報告して、今日は姉が決勝戦控えているので、今日は姉のサポートに回りたいと思います。と、はい、昨日の映像を見返してて、自分がタックルに入っている映像も見て、練習で反復してきたことが実際に試合で出せているなと思いました。この延期になった1年でレスリングの技術だけでなくフィジカルの面だとか気持ちの部分でも一から強化してきたので、その全てが強化できた結果かなと思います。地元の石川県の方々にはいつも本当にたくさん応援していただいて、本当に私たちの力になっていますし、本当にいつも感謝の気持ちでいっぱいです。金メダルを取ったことで少しでも喜んでもらえたら本当に嬉しいです。今回は無観客になっちゃったんですけど、近くのホテルに家族が泊まってて、お母さん手作りのミルクティーと、あとおにぎりと、あとそのワッフルをフロントの方に預けてもらって、それを受け取って、はい、試合前にもしっかり食べました。はい、まずはちょっと実家に帰ってゆっくり休みたいなと思います。はい、昨日試合の途中で姉の見てるよっていう声が聞こえて、それでもうどこにいるかは分かってたので、もう姿が見えるだけで力になったので、言葉というよりはもう姿だけで力になりました。私はやっぱりスポーツをして何事にもですけど頑張ってる女性はかっこいいと思いますし、そういう姿を見て憧れてスポーツを始める子どもたちもいると思うので、私もその憧れられるというか、その子どもたちが夢を持つきっかけになれてたらいいなと思います。はい、代表に内定した時点で全日本のコーチが各選手に担当でつくことになっていて、私は赤石さんというコーチがついてくださって、そのコーチがどんな時も見捨てず熱心に指導をしてくださって、それが本当に私の支えにもなって、それが自信になって今回自信持ってマットに立てました。スカイ監督とはオリンピック前の1ヶ月を東京のナショナルトレーニングセンターで過ごしてたので、特別何か話したりとかは特にしていないんです。はい、世の中が大変な状況でその様々な意見があるのも私たちは分かってますし、それでもたくさんの方のご理解とご協力があってこうして開催してくださって本当に感謝していますし、その中で結果を残すことが代表としての責任だなと思っているので、こうして金メダルを取ることができてよかったです。はい、私にとってレスリングは人としても成長してさせてくれた
本当に私にとってなくてはならない競技です。はい、今日姉のアップの相手をすることになっているので、まあ、そのアップ役というのはもちろんなんですけど、やはり2人で目指してやってきたので、お互いが多分いるだけで力になると思うので、試合ギリギリまでそばにいて力になれればなと思います。はい、いつも試合の時にそのお母さんのミルクティーを飲んでワッフルを食べて、で試合に挑んでいるので、今回のオリンピックもそのいつも通りのことができたので、平常心でいられたかなと思います。それでは以上で記者会見質疑応答を終了させていただきます。川井選手の今後ますますのご活躍を記念いたします。